ホテルイタリア圏ホテルイタリア圏は、新潟県新潟市中央区西堀り通り七番町に、あるホテル、シティホテルである。日本最古のイタリア料理店であり、NSG グループの株式会社イタリア圏が運営を行っている。八百七十四年、明治七年に来日した、イタリア人、ピエトロミリオーレにより創業された日本最古のイタリア料理店であり、また同時に、 日本に現存する最古の西洋料理店とされている、老舗で古くから市民に親しまれてきたレストランの一つである、ダザイオサムのミミズク通信にも登場する。1970年代よりホテル業に事業拡大し、1976年昭和51年5月から現在に至るまでテルイタリア県として営業している。2014年に NSG グループのに入り、 伝統の養殖への回帰と地場食材との融合を進めながら、新潟の食文化の発信にも努めている。ピエトロ・ミリオーレ、新潟では、ミオラ、または、ミオラとも呼ばれたは、1874年、明治7年に来日した、フランス人スリエによる、極馬団一行のまかない方、コックであったが、新潟での工業中に病気で倒れ、一行から取り残された。これを哀れんだ。 当時の県令、楠本正隆は、ミリオーレに資金を援助して、牛肉小売店を開かせた。これは、楠本正隆による文明開化政策の一環でもあった。その後ミリオーレの牛肉店は繁盛し、移転を重ねるとともに、西洋料理、牛乳配達業を兼ねて発展していくが、1880年、明治13年の新潟大化により消失してしまった。 そこで、ミリオーレは、西堀通りの現在地に2階建ての商社な洋館を建設し、翌年には、イタリア圏、後、イタリア圏と、会商と名付けて、本格的西洋料理店を真相開店させた。この洋館の西洋料理店は、人々の人気を集め、新潟の六名館と称されるほどであった。ミリオーレは晩年帰国の思いを強め、1906年、 明治39年には、イタリア圏を新設の会社組織に売却して一時、イタリアに帰国するが、翌年再び来日して、新潟に住んだ。しかし1912年、明治45年には再度帰国の途につき、1920年、大正9年11月に、イタリアのトリノでこの世を去った。1963年、昭和38年7月、 新潟放送が株式と経営権を取得して BSN グループ参加となり1973年昭和48年暮れから事業拡大の一環でホテルへの転換を進め1976年昭和51年5月から現在のホテルイタリア圏として営業を開始1979年昭和54年4月にはホテルニューオータニと 業務提携を締結し、グループホテルの一つとなった、後にアソシエートホテルへ指定変更。BSN は半世紀にわたってイタリア圏の運営を担ってきたものの、2013年、平成25年3月期の売上高は、約11億9000万円で800万円の経常損失を計上したほか、同年11月時点で約7億円の債務超過を抱えるなど、 売り上げを低迷させた。このため BSN はイタリア圏からの事業撤退を決定し、2014年平成26年1月14日、保有する全株式308万株を NSG グループの投資会社 NSG ホールディングスに同年4月1日付で売却することで合意に至った。2014年3月に NSG グループの経営陣が投入されると、 宴会場の改装を皮切りに、最上階のレストランバーが、披露宴会場に改修され、ブライダルサロンが新設された。さらに、2015年4月には、2階の中華レストラン、会員制バーの改装が行われ、同年7月には、1階のリストランテマルコポーロを、リニューアルオープンさせ、9月には2階に、西洋料理ローザをオープンさせた。さらに、フロントとロビーの改装も行われ、 一連のリニューアルを終えた。さらに2018年4月に伊藤正樹が代表取締役社長に就くと同年5月に新コンセプト食と文化の発信基地を発表。伝統の養殖への回帰と地場食材との融合を進めながら新潟の食文化を発信する役割を担うことを掲げた。具体的には食の発信基地としては季節により阿賀野市。 佐渡市、村上市、魚沼市産などの食材とコラボしたメニューを提供すと、共に、スーベニア、ギフトショップを併設することで、そうした地域食材や製品が購入できるようになっている。装客室数82室を要し、宴会場は大宴会場、サンマルコはじめ、中宴会場7、和室宴会場2、神前結婚式場1の、計11室の宴会場。 和洋中のレストランやバー、カフェなど、敬語店舗の飲食店を備える。ホテル1階。モーニングとランチは、ビューフェスタイルで、朝食では、イタリア県伝統の味であるオムレツや、1875年から続く、イタリア県カレーが提供される。ディナーは、グリフィックスコースを採用。ホテル正面玄関の向かいにあるスキア作りの別館で、営業。塀に囲まれた。 ビワ茶色のスキヤ作りの建物。小町モール八番町に位置する。総席数40席。新潟市北区の新潟競馬場内に常設のレストランと売店を各1店舗出店している。ニルズスタンド3階のレストランイタリア圏では和食、洋食を中心としたメニューを提供している。アイビススタンド3階の売店は柴田市の和食、東大松と 共同で出展しており、イタリア県は主に洋食を提供している。このほか、新潟県内で開催されるイベントに、臨時売店を出展している。このうちプロスポーツイベントでは、2009年、平成21年から、ハード、オフエコスタジアム新潟にて開催される、プロ級公式戦のうち、新潟放送、新潟日報社が主催、共催するカードの際に出展しているほか、 2012年、平成24年からは、東北電力ビッグスワンスタジアムにて開催されるアルビレックス新潟ホームゲームの際に出展している。2004年、平成16年8月1日、イタリア圏の創業130周年記念の一環で、レトルト食品、リュート新潟イタリア圏物語を発売した。カレー林、ミートソースの3種で、 新潟県内のスーパーや土産品店などで発売しているパッケージは新潟市出身のイラストレーター、玉井和都氏が手掛けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。